はーい、おはようございます。今ね、東大阪の荷下ろしが無事終わりました。ありがとうございます。ね、金曜日の日ね、富山で積んで、今日東大阪の一箇所下ろしでした。で、今日もね、案の定東大阪でね、今はい、マイプラで積んで、で、今2箇所目、はい、の東大阪に向かいたいんですけど、本来やったらね、今東大阪のところでね、1軒目のお客さんの、今ね、1軒目のね、お客さんのところでね、休んで、で、2軒目はね、3時からなのでね、まあ、いつもの通り、うん、そんな工程なんですけど、なんかね、一箇所目のお客さんのところがね、なんか待機車両が結構いてね、休めれそうもなかったので、ちょっと出てきましたね。とりあえず、ちょっとコンビニを探して、行こうかなと思ってます。かといって、ね、待機車両開くのを待つのもあれやしな。まあ、いつ開くかわからないんで、まあ、とりあえず探そうと思って出てきましたね。どうしたっすね。よいしょ。ではね、ちょっとベベッと行っちゃいましょう。はい、とりあえずコンビニを探して、はい、行っちゃいます。では、ナチハダ。今ね、休憩と積み込みが終わりました。ただいまの時刻、はい、14時55分。はい、ありがとうございます。とりあえずね、近くのコンビニで休んでてね、とりあえず2時半過ぎに入って、今積んでもらいました。ありがとうございます。さあ、行きましょう。今日はね、もう6時間ぐらいね、休憩してるんで、とりあえず、もうそのまま今日も下道でね、まあ富山のあたりまで行っちゃいましょう。さあ、では、おっと。ではでは、ご飯タイムのところまで。はい、行っちゃいましょう。はい、さあ走ってきました。とりあえずね、東大阪から今3時間53分はい走ってきております。ただいまね、ここ国道8号、はい、福井県南越前町までやってきております。とりあえずね、まあ、前回泊まった滋賀県のね、牧野町のところがね、思ったよりね、早く着いちゃったんでね、ああどうしよう、もう一度先行こうって言ってはい、ここまで来ちゃいました。今日はね、国道1号、1号バイパスとかね、全然空いてました。で、しかも京都の街中もね、思った以上に空いててね、あ、これ行けるんじゃねーみたいな
で、行ったらね、滋賀県のその牧野町のあたりでね、2時間40分。あと1時間行けるんじゃないって言って。で、ここまでね、なんとか、頑張ってきちゃいましたね。まあ、今日はね、思ったほど早く来ちゃったんでね、ここまで来れましたけど、普段はね、もう、滋賀県のその、ま、ね、道の駅の、牧野御坂峠で、だいたい休憩するんですけど、ここまで来れるのはね、びっくりでした。まあ、ここでもね、何回か泊まってるんですけど、まさかここまでね、来れると思いませんでしたね。まあ、とりあえずここで、よいしょ、休憩です。ここで休憩タイム。とりあえず泊まれるかな。よいしょ。ちょっとごめんなさいして、十何分だけ泊まらして。30分だけ泊まらせてくれ。どこも空いてないですね。ちょっと泊まらせてもらいましょう。ごめんなさいします。とりあえず泊まらないとね、もうどこも泊まれるとこがないんでね。30分だけごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとやばいましょう。食べるだけ食べましょう。はい、じゃじゃーん。今日は多いな。はい、楽しみ弁当、じゃじゃーん。はい、これ、はい、チャーシュー丼になっております。ちなみにこれはチャーシューと一緒に煮たね、野菜なんですけど、味見したらね、美味しかったんでね、自分これもらってきました。本当は、煮たら終わりなんですけどね。で、あとこれ酢の物、はい、きゅうりと昆布とカニカマの酢の物とサラダです。いただきます。いただきます。さあ、もぐもぐタイムいきましょう。いただきます。うまっチャーシュー、うまい、うん、うまいよ。チャーシューすごい、味が染みておいしい。うまかった。今度作ってもらうのは年末かな。年越しそばの時に作ってもらいましょう。うちの年越しそばはそばじゃなくてね、中華そばを食べるんで、その時にまたチャーシューを作ってもらいたいと思います。はい。ではちょっともうちょっと休んで走ります。しょ、はい、休憩終わり。さあ行きましょう。とりあえず富山まで走っていきます。まあ明日はね、2箇所おろしなんで、まあ朝一から1箇所目はおろして、2箇所目は8時ぐらいに行きましょう。カードが残っています。そう。カードを確認しました。有効期限2025年3月です。OK か。オッケー、真っ黒、オッケー、行きましょう。受信しました。
さあ、ではご飯も食べたし、今日も休憩はもうしてるんでね、あと富山に行って休みたいと思います。さあ、では今回はここまでにしたいと思います。さあ、まだまだありますけど気をつけて行っちゃいましょう。ではまた。